むむむ。やっぱり諦めきれないわ。あの二人を題材にするのを。どうしたらいいかしら。まだ言ってるよ、アキューは。お困りのようだな。ヘブンズドア。わし神だよ。私の後ろに現れるのが悪いんです。神であり賢者である私を迷いなく攻撃するなど霊夢たちと同類か。褒めても何も出ませんよ。褒めてない。それでおきなさん、何のご用ですか。よくぞ聞いてくれた。この私が力を貸してやろうと思ってな。もしかしてガムさんと D さんの件を。その通りだ。ありがたき幸せまたらしん様。君プライドないのかい。最終的に勝てばよかろうなので。何に勝つのよ、アキュー。まあ、何にしろ了承してくれたのなら話は早い。早速二人を確保する。小鈴ちゃん、貸本回収してきたぜ。あ、D さん今来たら。お、ちょうど良いじゃないか。え？うわ。どうなっても知らないよ、おきなさん、アキュー。あと足りない食材は。え？扉？な。ここは？あ、ガム。え？ D ちゃん、どうしたの、ここにいて。あれ見ろ。あれ？来る前に扉に吸い込まれたろ。俺は吸い込まれる前に見たのさ。アキューと沖縄を。まさか、沖縄さんもグルになって雑にこんな導入にするなんて。ガムさんも来ましたね。さーて、いつまでもつかなー。く、これは見物だな。とりあえず合体すればいいんだろ。え？いつの間にそういう趣味が。ちょ、待って、お、僕も覚悟が。お、意外にも展開が早いぞ。いや、これは。俺のそばに近寄るな！おら、合体したぞ。びっくりしたな、もう。そういうことか。まったく D さんってば。そんな簡単な指示するわけないじゃないですか。か、ダメか。そんな簡単に抜け出せるわけないじゃん。あの二人がタッグ組んでるのに。あ？まだ始まらんのか？こういうのは粘り強く待つのが肝心ですよ。このドアどれだけ殴りつけてもびくともしないね。どうしたの D？ 黙っちゃってさ。こうやって二人きりになるの、最初の異変後に家建てて住み始めた時以来だよな。そういえばそうだね。でもすぐに真っ白やるか、キスメちゃんと住み始めたから、2、3日程度だったね。ああ。それからずっとみんなで。楽しく暮らしてきたな。そうだね。たまにお互い好きな奴と一緒に寝泊まりもして。俺、ずっとこのまま幸せに暮らしていな。D？ 一体どうしたの？けどよ。俺の場合、そうはいかないなって思っててよ。え、なんで？霊夢と俺の寿命差のことだ。あ。そうか。霊夢は人間、D は。僕らは天使。あ。生きる時間が圧倒的に違う。年取った霊夢を見とって、その先も生きなきゃいけねえ。それ考えたら、俺、耐えられなくて、隠れて泣いちまう時あってよ。愛する霊夢がいなくなったら、どう生きやいいか、わからねえ。霊夢に、話してないよね。ああ。すまねえな。理想の姿であるはずの俺が、こんな情けねえ姿見せちまってよ。みんなに心配かけたくねえから、考えるようになってからも、おちゃらけた感じでいたがよ。やっぱ、つれえよ。ありがとう。話してくれて。やっぱり D は僕だね。強がるところも、寂しがりなところも、僕もゆかりさんに二度と会えないって思ったら、耐えられないよ。最初の異変で、なりかけたもんな。うん。だからさ、そうなる前に話し合いなよ。大丈夫、霊夢やみんながそれで悩んでる D のこと、ダサいなんて思わないよ。わかるでしょ？そうだな。僕も力になるからさ。
なんだって。僕は君で。俺はお前。だな。なんだかいい雰囲気になってるな。どうしたのだ、ヒエダー級。私は、なんという愚か者だったのでしょう。無理やりこの状況にすれば、嫌顔でも肌を重ねるなどと。安直な考えを。私は今、猛烈に感動しています。耽美では測れない友情が、今ここにあります。いや、友情という言葉さえ陳腐に聞こえます。私はもう満足しました。二人を解放しましょう。は？せっかく場を整えたのに、あっけなく終わりか？賢者であり神である沖縄さんにはわからないのですか？わからなくはないが、二人に同じ手はおそらく通じない。二度とこの場は設けられないのだぞ。いいじゃないですか、私たちは遠くから見守りましょう。はぁ、わかった。そこまで言うなら。あれ？開いたんだけど、何のつもりだあの二人は。外の風だ。ああ。だけど気をつけろよ、何してくっかわかんねえから。あはは。二人への信用全然ないね。でも、僕らなら乗り越えられるよ。だな。俺たちは無敵、だからな。あら、いらっしゃい、D。なあ、霊夢。何かしら、真剣な顔して。大事な話があるんだ。